今実はこの三戸南部市っていうのは非常に謎の多いというか、割合最近までこの南部春正と南部信政以外に実在する人物が確定できないというほど、は、実は結構有名な家のはずにもかかわらず、謎の多い一族ではあります。よく分かんないと。 有名な人物では南部諸行き通人物で、この南部諸行きはものすごく派手に動き回ってるんですね。南部諸行き関係地図ですが、南部諸行きさんは、もともとはこのここの南部号の人だと。甲斐の国南部号なんですが、ぬかのぶにっと、ぬかのぶにいつ入ったのかっいうのをいろいろ議論があります。高城とか前あの高城はこれあの北畠が消えともに、あのこの南部諸行きさん、北畠が消え絡みの人間として出てきます。北畠が消えに従ってこの高城に入り、えー、やがて、 この高城からぬか延に入って、津軽方面の戦いに力を尽くし、その後、京都に行き、彼はここからこういうふうに鎌倉を落として、こう京都に入って、この辺で戦った後こう戻っていって、また次の年にはまた再びこう行って、青野ヶ原で戦って、そこで一戦に転身して、こう。 大和からこうぐちゃぐちゃぐちゃって、ここ最後の石室で死ぬという。あの北畑圭とほぼ同じ動きをしてるわけですね。だから大阪、堺市のこの北畑圭選手の地を。を、えー、見ますと、ここには北畑圭と南部諸行の慰霊碑が建っているということです。で、この観音寺城っのがどうも。北畑圭とか南部諸行、それから北条時行。 そういった面々がこも立てこもっていて、天皇寺からこう、河野諸之が出てきたに対して、こちらがここからこういうふうに来て、ここで激突と、堺市の、えー、北の方で激突、えー、して、えー、ここで、北大手が木恵、それから南部諸行が戦死してで、伊達行友、それから北条時行らは、あのこの観音寺城に帰り着いた後、ここからあの吉野の方に逃げていって、 そそれぞれれれぞぞは欧州へへ北条は関東へそれぞれ逃亡しています現在、ジャンプにあ初あの連載中の逃げ上手の若君でもおそらくここで石津から逃げる、えー、シーンが展開されるはずです。南部諸行さん、えー、どういう意味だったのかということです、ね、す死んだのはこの堺市なんですが、もともと東北、どういう関係があるのかと、なんかが出てきてます、この開元寺、源義満の思想にあたります。 で、源義満の子,の子孫のうち、義清、これが甲斐源ですね。で、森義これは平賀源氏。で、これ、義成、こちらは、えー、日立源氏、佐竹氏につながっていきます。で、こちらは平賀義信、平賀と政など、あの、この辺は大内、これ信。この辺りは頼朝に非常に使えた自分ですね。で、武田信義と安田義貞。安田義貞は頼朝に使えますが、頼朝に殺されちゃうと。で、鏡藤光この鏡藤光の まあ、鏡吉はこの四名がつくんですがそこから小笠原氏と南部氏が出てくるということで本当は四男の,の、えー、国の小笠原さんなんかも、えー、見ておいたらいいよ,あのよかったのかもしれませんでこの南部氏の始まり南部光行、ね、南部光行には子供がいっぱいおって一戸行友とか南部実光、えー、八戸につながっていく八木実長一戸友樹を 篠平宗清、久野平行綱というふうに言われてますけども、実はこの辺もよくわからないですね。で、実次から、この一門から八戸市が出るとて言われてるんですけども、現在では違うだろうと、戦国の北大の南部市で、の八戸図書館の竹尻幸氏が詳しくやってられますけども。 ま、これが南部正光なのか、それともこちらから南、あの、三戸南部市なのか、その辺,三の辺、三戸市っていは実はよくわからないっますね。それに対して、この根城南部市、いわゆる八戸南部市とも言われるこの根城南部市、これは割合発揮していると。あの、資料は残ってるんですね。この八戸南部市に関しては、資料が残っていて、この諸き正長、信政、 この辺り、みんなあのしっかり資料は残っていてで、この八戸南部市に関しては、北畠が紀家からの文書とか、そういう一連のあちらこちらにこうやり取りされている文書がいっぱい残っているわけです。で、まあ、これを通じて、逆にあの北畠氏の奥州昭和幕府といわれた武奥将軍府の活動なんかも分かるという、まあ、なかなか八戸南部市、これはあの江戸時代に東野に移るんで、 唐の南武家文書というんですけども、唐の南武家文書。これが青森県史の資料編に入って、まあ便利というか何というかですね。唐の南武家文書は戦前に、えー、南武家文書として発刊され、それから戦後にも八戸条南武史文書として発刊されていて、まあ私,私も三部、あの合計その3つ、えー、発刊された部分を全部持ってますけども、割合はしばしば発刊されて、 非常に便利ななあれになってますそれから東の南部県に関しては東北太平器と言われる薄800回ってあると言われる治療があります。どの程度薄800回やったら、まあ、神羅の記録に特10歩100歩の、えー、でたらめっぷりですね、えー。というわけで、まあ、書いてあることは1から90ぐらいまでは。 嘘だろうというか、まあ、100まで嘘嘘言っても過言ではないような、えー、代物なんですがこういうところでも出てくるということでまあ割合実はこの八戸南部市根城南部市っていうのはよく出てくる家であります。本日は主としてこの2冊これを元にして報告します「戦国の北奥羽南部市」とそれから「南北朝武将列伝南朝編」この2つの書物で 中でどちらも南部市についてくのはこの竹尻祐希さんなんで,、ね、でこの竹尻祐希さんの、まあ、あとそり駒ヶ谷隆一さんも書いてあるのこの辺の方の,あの議論。で、ここにも竹尻祐希さんが書いてあって、南部諸行きと、えー、南部松永が書いてあるので、まあ今日は市として南部諸行き、南部松永、それから三戸南部市の南北朝時代の三戸南部市ということで、まあ基本的には本日は南北朝時代だけで終わってしまうということになります。 南部市の始まりなんですけども、えー、南部光行1165年生まれから1236年で没年とかってるんですけど、実際にはよくわからない、ねまあ、一応、南部家の公式記録によると、石橋山の戦いで戦功を挙げたと。その結果、甲の国の南部巻南部号を配領して、欧州合戦でぬかの部軍を配領して、この時に八戸城。 などを作ったとムカノブの方に八の字を作ったというふうに言われていますで、1190年よりともの序楽に従うということで、まあ、それ以降の動向ははっきりしていませんが実はだから南部未通勤の時に欧州に関係を持ったというふうにまあ言われておったわけですが1275年に六畳万宮 造営注文写しという文書があるんですけども、賢治元年出されたこの六条八幡宮造営注文写し。六条八幡宮というのは現在は五条堀川ちょっと下がったところにあるサメ貝八幡宮跡なんですけど、現在サメ貝八幡としてあの清水の方になりますけども、まあ、ずっと六条八幡宮があったところですね。室町時代には六条八幡宮があったんですけども、そこを作る時の造営注文写しの何回の国の項目に、 南部サブロー入道後とありますということは、南部は海の国の人間につて理解されていると。陸奥の国の項目、これ国ごとに関係者、た家人がザーっとリストアップされているんですけども、南部家は海の国の項目にあって、陸奥の国の項目に南部がない。ということは、これは陸奥の国の、これ書類ごとに、これ南部三郎入道跡というのは、 南部入道、つまり南部三幸の書領ということですね。それは海の国に載せられているということは、もし陸奥の国に彼が書領を持っていたら、陸奥の国の項目にも南部三郎入道跡というふうに書かれたはずなんですが、それが書かれてないということは、南部市はそもそも陸奥の国に書領をこの段階では持っていなかったということは確実であるということで、南部市と欧州との関係というのは 鎌倉時代の初版にできたのではないと。で、この南部実光、鎌倉時代は南部史ですけども、あまりでやっぱりよくわかりません。ただ、この南部実とい通人物は上級の欄に名前が出てきます。それから、藤原律年の上洛の具分の中にその人物が見えます。それから、北条時折の隣順に立ち会った時折の側近の一人にこの南部実が見えるんで、まあ、それなりに 北条徳宗家などに近かった、そういう人物であることが分かります。で、南部三年長ですけども、南部三年長は、南部号の近くの破棄号を継承してます。で、この人も頼常上落に愚舞してます。1269年頃あの日蓮に帰省したね、あの筋切符をしたら日蓮に惚れ込んでしもて、日蓮に帰省し、 1274年、日蓮が佐渡から流罪になって、佐渡から、流罪先の佐渡から帰還して、結局、鎌倉幕府には受け入れられずに、隠遁するときに、南武実長が甲斐国の八棄遺言の身延さんに、日蓮を迎えて、そこに久遠寺を建てています。この南武実長の子孫が八戸南武士というふうに言われるんですね。で、現に八戸南武士はあの非常に熱心な日蓮宗の信者で、 現在の当初も日蓮宗僧侶になってますね、えー、八戸南部系の文書の所蔵者としてし紹介されている南部鋼鉄師は八戸南部師の末裔ですが日蓮宗の僧侶になったはですこの八戸南部師の研究の結果南部三年長とこの関係は規定されているとでこの破棄意思いうのは別にこの八戸南部師だけじゃなくてつながっていくんですけども破棄号に 勢力を張ったこの覇気南部氏は武田信長に滅ぼされていますで武田氏の中に維新団たちは組み込まれていって、まあ、戦国大名がする武田信武田氏に滅ぼされていると、えー、いうことになりますこの八戸南部氏の系図ですが八戸南部氏、八戸南部および三戸南部氏いわゆる南部氏の系図ではこの覇気南部氏の南部真長の 孫に南部長継ぐ通人物がおるんですが、その養子として、南部一門から南部諸行きが養子に入って、この八木南部氏を継承したと。で、この八木南部氏の南部諸行きが北仏家喜恵に従って、ぬかのぶ入りしているというような物語が作られてるんですね。ただ、実際にはこの八木氏と諸行きは実際関係ないということが明らかになっており。 諸行っつうのはどうも南部市の総領であると。覇気石っつうのは南部市の傍流ですが、諸行っつうのは南部市の総領であったと思われています。で北畠は危険に従って八戸に入っているということで、この時初めて南部市と、まあ、実際にはこの南部諸行の弟が先に王州に入ってたらしいんですが、えー、これはまあ一時資料で裏付けられると。 でまあ、その時にどこに行ったのか分からないんですが、まあ、ぬかのぶ、津軽の方に行ってた可能性が高い。つうのは、この1330年段階で、特捜家に非常に食い込んでいた、海源寺の南部市が、欧州に行く理由言ったら、まあ、一つなんですよ。ぬかのぶ、それから津軽というのは、当時、特捜家の強い影響下にあったとか、特捜家が自動式を全部持てたんで、この辺り一帯の青森県っいうのは、つまり基本的に特捜家、 が自動式を全部総ざらいしてたんで津軽の大官である安藤氏が乱を起こした時に安藤氏が乱れた時に派遣された可能性が高いと江戸時代には八戸南部氏は東の南部氏となって三戸南部氏の家臣となるんですね結局最後に勝つのは三戸南部氏でこの三戸南部氏の家臣となって組み込まれた八戸南部氏 江戸時代には遠野に移されて遠野南部市となります。盛岡南部市、三戸南部市の松江の盛岡南部市と遠野南部市の、えー、かか価格差、家の格を、えーまあ、明確にするために八戸市が経図を作ったんだろうというふうに言われています。だから八戸市と三戸市とは差があると。三戸市が本家であって、八戸市とはその文系の覇き石を継いだ、そういう家系であると。 でさらに、東南部氏にとっては、これは日蓮州の信徒だったんですけども、その日蓮州を代々信仰してきた東南部氏にとって、この覇気南部実長の子孫というふうに呼ぶということは、まあ、東南部氏からしたら、まず盛岡南部市に忖度して、盛岡南部市の家臣ですと、一門ですということをはっきり主張するとともに、 このハキ南部市の子孫ということは、同時にこの日蓮宗の門徒であるという、信徒であるという、門徒であるという、そういうあの信,仰し信仰史を満たすこともできるということで、非常にまあ便利だっただろうと。で、その,そのためには、自分の関係であるクオン寺から、ハキイ氏の資料を取り寄せたのではないかというふうに思うわれるんですね。そういった流れが分かるのは、ハキイ氏いうのは、実はこれ、北朝方についてただけです。 だからそこの文書って結構北朝年後の文書が多いんですよね。一方、八戸南部市は南朝方の文書が多いということで、資料に随分祖語というか、ええー、というのが見られるということがあります。南北朝時代と南部市ですけども、まあ、これも南部実嗣さん、破棄南部なんですが、日蓮宗身延さんから池上宗中のき石まで送ったのは南部実嗣であると。 南部三越後は現行の辺で赤坂城に立てこもったみたいですね。薬が大丈夫。赤坂城に立てこもったで、まあ、あの、ついてたのは最初がまずじゃなくて、森吉親王にと一緒に動いていたみたいですね。で、立てこもったんですが、幕府軍に捕獲されて、えー、六条刈りで処刑されているというふうに記録には見えます。南部長継は三越後の息子で、安藤氏の裏に出動した人物が姿が見えます。 1330年、北畑一門の北畑智之という人物なんですが、こいつの意向を受けて上落しています。で、正重の配下に入っている、まあ、これは実ぐとな一,一緒ですね。で、彼は逃げて助かったと。で、なんか仙台の乱後、えー、森吉親王の維持である沖吉親王を擁立しています。で、この沖吉親王というのは、赤松宮というふうに呼ばれていて、あのずっといや、赤松家に養育されてたみたいなんですね。 この信の擁立してこの赤松側友あるいは南部長継ぐこういった人々があの北朝に反旗を翻してまあ赤松側友があの北朝から南朝にあの観音寺の最中に反乱を起こしますこれこの時にお清し親が擁立されるわけですねでこれについてはまあフェイクであると要するに赤松の利す赤松側友は一旦京都をガラ空きにしてて挟み撃ちするために 忠義を挟みにくすに一旦播磨に退くその名目として満中に描いたというふうにまあ言われてるわけですが実はガチだったんじゃないかという話もあります。あの亀田利孝さんはこの観音寺裏の中でガチ,ガチ説を唱えてあります。で南部長継さんは則助と亀梨と阿佐さんと亀梨のような虚俗優が離反した時に兜山で戦死してます。 この浮吉新王は、後に足利義明らと通じて、吉野でいきなり謀反を起こして、それ以降、行方不明になってますね。南部諸行さんですが、この南部諸行は、甲斐の国南部号の御家人であると。ただ、この南部武行、いとこの南部武行、なんせ、いとことが出てますけども、実際にこの武行さんがどうの子につながるのかよくわかりません。それから南部助行き、これは諸行の弟ですね。 この南部武之と南部助行がこう組んで、この二人が組んで、南部諸行らからこの南部号を奪い取ったと。この南部武之と南部助行、まだこれは後で言いますけども、実は特捜の身内人である長崎市との隕石関係があったようで、この南部号を通ってしまったんですね。この南部武之と南部武之、助行。 でこの実,実は、この南部豪はその後、この南部武行の子孫が戦国時代まで支配してます。だから海南部氏、そのおったですね。で、この南部豪をめぐる訴訟、これ、実はものすごく揉めたみたいで、鎌倉幕府が倒れたらすぐに南部諸行は勝てるかなと思ったみたいなんですが、勝てなかったんですね。 後醍醐天皇のともとでも稼せずに南部諸行とその子孫たちは最終的にこの南部号を放棄するということになっていますさらに破棄号一応あの南部諸行きの弟の正長は配慮してるはずですがいや神号が甲、えー、の国の所領も結局この南部家は全部放棄しています建武新聖後北仏家騎への陸奥の国の赴任に従って 陸奥国多賀城に下校しそこから八戸の根城に本拠を構えているということになりますでこの八戸の根城なんですが当時のぬかの部軍津軽軍っうのは特捜領であり八戸の根城というのも特捜機関であった工藤氏の館を活用してるんだろうというふうに思われてますちなみに、えー、こういう感じでねこのぬかの部軍というのはこの付近 この付近がぬかの部分です。この非常に広大な範囲がぬかの部分になっています。要するに下北半島から下北半島の付け根、それから一部岩手県の北部まで含む、この地域がぬかの部分と言われる非常に広い軍部ですね。津軽郡というのは外ヶ浜、外の浜とはこの付近一体ですね。この付近一体が特装領だったわけです。基本的にはこの辺全部特装領というふうに考えていいです。 特捜がこの辺、ここをしっかりと抑え込んだのは、江戸地との交易の利益があったからであって、まあ、現在やったら、なんでこんなところはそんな米取れへんやんとか思いますけども、特に太平洋側、鎌倉時代にはここはまあ富をいっぱい生み出す場所だったわけですね。で、根城ですけども、根城の由来、これは北家が木への。 えー、奥祭の根底というこの言葉から根性という言葉を使ったというふうに、まあ、言われてますけども実際には同時代の資料でこの八戸の城根性、ね、というふうに言ってるというそういうの資料では見つからないですね同時代史の資料で初めて出てくる要するに一番古い根性という言葉は廃城直前の1618年に初出なんで廃城直前に根性という言葉が初めて出てきたということはおそらく 当時、根城ということは使われなくて、普通に八戸城と呼んだんじゃねえのというふうに言われています。ただ、あの八戸城、あるいは根城と言われて、まあ、あのこの南部系のことを根城南部市というふうに現在呼ぶことが多いです。で、この南部室行き、非常に北仏が危険、信頼されたのか、欧州、小幕府と言われた陸将軍府の,の四季表情州にも加えられ、このぬかのぶ久慈、比内、平、和の塚の外の浜、外ヶ浜、あるいは外の浜。 残念ながら、あの、私は、東北方面には、ほぼ土地勘があり,ありませんので、どっかよくわからんで、一生懸命調べて書きましたけど、ぬかの部分とは、先ほど言ったように、こういう地域ですね。一の平から九の辺まで全部ぬかの部分に入ります。で、久慈郡、それから和野郡、比内郡。この出羽の国と、陸奥の国の境っいうのは、非常に曖昧で、現在は青森県は、 こういうふうに通ってますが、もうちょっと実際にはこう下がったみたいで、この辺までは無知の国だったと。比内軍とか和野軍、現在だったらあの秋田県に入るところまで入ってると。それから平衛軍ですね、この辺りまでは南部市が押さえる兵場所なですね、この辺り。あのこの範囲内が南部諸行に任された領域になるということになります。 で、そこで何をやってたかは、まあ、軍部業と言んですこれはまず、この付近の行政権。え例えば、この久慈軍は、この七の辺に大官を入れる。この大官の入れられた有機士が大官を派遣しないんで、ここのところ南部が処理するとか、そういうふうな行政の問題。それから、まあ、あの、戦で戦後を挙げた武将たちに対して恩賞を与える。こういうような行政権。それから、 この地域というのは、鎌倉幕府の北条特捜家のゴリゴリの勢力圏なんですね。だから残党がいっぱいおるわけです。この残党をこう処理していくという、その二つの仕事があって、この南部室之さんは非常に難しい仕事を任されてたんですね。特にこの大工事合戦という合戦、1334年、名古屋と旧機という人物と、それから高影 この高影通人物に関しては、一般には足立高影通人物がおるんで、こいつではないかというふうに言われてますが、他に工藤高影通人物もおって、実はどっちかはわかりません。が名古屋時とキウと、 名古屋時行っの名前から見て、この人物も、系譜はほぼ不明なんですが、この名古屋時行と名古屋という名前から見て、これ、北条一門の人間であり、高陰がもし足立高陰であるならば、足立時明の息子に高陰というのはいるのは事実なんですよ。で、あの実際、この足立時明の息子の高陰なのかどうかは分からない。高陰じゃ書いてないから。足立高陰とすれば、ものすごく大物ですよね。 彼らが大工事場で放棄すると。大工事場というのは、この、ここですね。黒石市付近にある大工事場。ここで、えー、放棄したんですが、まあ、これを南部武行は撃破しています。南部武行頑張ったと。その後、1335年には足利高氏の離反がこあり、その結果、北仏明家の斎場に次従うということで、南部号からこの高城に入って、 そこから南えぬかのぶにこういうふうに入って、で、この津軽で戦って、あと京都の戦いに南部市は昭恵ともにこう入って、この霊山出てからこの間を1日平均40キロの速度で走り続けないとね、昭恵は。中国大返しよりもさらにペースが速いという。 中央航海車は5日間で、あれ最初の1発でものすごい長く飛んでまは、もう実は短いかったんですが、こちらはもう同じペースで、1日40キロを走り続けるという、かなり強行軍ですね。中央航海車なんかでも不可能だと。あれはだから、あの秀吉の陰謀なんだとか、まあ、そういう人が出てきてますけども、北畠家喜恵がやってるんだから無理ではないということになります。 で、足利高尾城九州におようとします。秋恵と諸行は坂本に入って、そこで日代大学の廃泄した上で、日テレスダと共に京都に攻め込むと。で、そこでボコボコにあの戦った後、高尾城は津に一旦引き続いて、津の国のえ手島川原で、再び秋恵軍と激突してで、ここで大敗北をした高尾城九州に落ち延びていくんですね。それを見届けて、 秋家、それから諸行きらは陸奥国に帰国しています。しかし、高氏が再度九州から登ってきて、で、1336年、6月には港側の戦いで、五代五方は敗北、いわゆる官軍敗北だけで、足利高氏は京都に入京。それを受けて、秋家と諸行きは陸奥国を出発しているわけですが、実はこれもなかなか一筋縄ではいかない。大変だったみたいですね。 五大王からすぐに来てくれってんですけども実はその頃欧州でも北朝型の勢力が伸びており、えー、北本垣はこの多賀城から落ち延びてこの両前に移ってますこの両前というのは伊達市の本拠地であってまあ伊達行友の支配する両前に両前入りしてそこでしばらくその両前も敵に取り囲まれて大変やというふうにあの秋江はこぼしています 実は後醍醐天皇から来た命令に対して今、稜山で囲まれてるの大変ですというふうに言ってます。でも、そうも言ってられないんで、まあ、なんとか稜山の方を抑えて、1737年には陸奥国を出発、鎌倉を1日で落とすと、そのまま東海道を登って、今度はこの陸奥国を出てから鎌倉に入るまでは4か月かかってるんで、ゆっくり行ってますね。1回目の 1335年の最上を打つのがすごいペースであって、こちらの方は逆に多分足利型の抵抗が大きく、そうそう進めなかったんですね。ただ、鎌倉を攻略してからは早いです。あっという間に青野ヶ原に到着。これは美濃の国で、現在は大垣市ですね。岐阜県大垣市の青野ヶ原で行き途ずしています。で、時折党を撃破しています。ただ、これで大損が受けて、そのまま京都に進めなくなった秋江軍は伊勢に転身しています。 一世に転身したのはなぜ駅前に行かなかったのかとあの駅前にはその頃日程を育いたはずやと日程をいたと。なぜ駅前に行かなかったのかとこれはいろいろ言われますよね北本のところでも一回やりましたけども例えば秋江としては小児言の中納言という非常に高い感触にある秋江が市の、えー、左中条の日程を育のもとに行くなんてそんなもんプライドを許せないと いう,ふうに言ったとかあるいは北条時行がいるから北条時行は日田さんのこと憎んでるだろうとか、えー、いう意見もあ,れですあれにもあるんですが、まあ、前者に関してはそこを気にしますって感じ後者に関してはいやそもそも昭恵軍には北条時行のほかに新田義興もおるんやから関係ないでしょと。 要するに、秋江軍の中には、日田義興、この鎌倉攻略の直前に、この日田義興と北条時行が、秋江軍に入ってきたみたいですね。で、共に鎌倉を攻略したり、鎌倉攻略後かもしれませんけども、まあ、この、この時に日田義興と北条時行は加わってると。で、新田義興はそのまんま関東のよのことみたいですが、北条時行はこの青野ヶ原とかでも戦ってます。結局、越前に行けない。で、越前に、 あのそもそも転身するのは難しくねと。それよりは、かつて近北畠千佳房が勢力を張って、一応仲間いっぱい作っておいたこの伊勢に行った方が賢くねということで、伊勢に行くのは別に悪手ではないというふうに現在で見られています。普通でしょと。で、1三3 8年には伊勢から大和の国に入り、吉野を中心して、そこから半若坂であの京都と 奈良の県境である半谷坂、半谷寺付近の半谷坂で河野室直と激突して敗れています。で、その後、河内に転身、鉄とか入ってきて、泉付近の,その佐野とか熊取とか、そういうところの北朝方の拠点を収益しています。拠点がどうも観音寺城ですね、先ほど見ました、大阪府和泉市にある観音寺城、そこを中心に、秋家とか伊達行友、えー、北条時行、それから縄長年の嫡男の縄義高。 あと、こういう泉の国の,あの北条型の拠点を攻撃してみたいです。あの、熊取とか、佐野とか、境、えー、浦とか、そういうところに攻撃をかけてきて、燃やかされてるというのがあります。で、それを見て、捨て置けずと見た河野室直は、京都から天皇寺に一旦陣取って、その天皇寺を突撃。泉の国に入ってくる河野室直を迎撃した北俣明鋭軍は、そこで、 敗北して、この3人が戦死すると。南部無力機もこの時に戦死してしまうということになります。伊達行友と北条と旧機らは、吉野におそらく逃げ帰ってで、伊達行友は、その後おそらく北仏地下を支とともに、えー、東北の方に向かったんだろうと。で北条と急機は、どういうルートかわかりませんが、吉野からおそらく東北の方に向かっていったんだろうという,ふうに見られています。南北朝時代の に活躍しそして早々に死んでしまった南部森池を見てみました南部氏というのはもともと源頼朝の心から家来なんですね頼朝のそうですねこれは早くに頼朝に突きしがったみたいですねで早くから突きしがって貝の国の南部に書類をもらったから南部氏というということのようですで、武津の国のぬかのべ軍については 欧州合戦でもろたと言ってるけど、それは嘘やと言ってます。それは嘘と見られてます。陸奥の国に関係を持ったのは、安藤氏の乱の時に、特捜系の命令で陸奥へ行ったと。うん。自動式をもらうんですか。いや、自動式はもう特捜ですから、特捜大官、あるいは、この場合は、あの。南部諸幸さんの弟、南部正長さんが行ったんですが、こういう場はただ単に派遣された武将ですね。 じゃあ自分が書類を持ってるわけじゃない。うん、で、その後、と裁判がありましたね、兄弟で南部号を取り合いしたんですね。南部室行き、南部松永兄弟のさらに弟の佐喜行がいとこと組んで、南部室行き、松永兄弟から南部号を奪おうとしたと。でもめた末に負けちゃったわけですか負けました、室行きさんは。訴訟に。訴訟に。取られてしまったと。 そうこの南部武行は一貫して鎌倉幕府派なんであれさ建武政権の時に取り戻せなかったんですねこいつあの多分スピード遅くてでしかも南部室行さんも正永さんも忙しいしであっちゅう間に憲武政権潰れちゃうしでその後竹行さんと祐行さんはあの北朝方についてであのそしたらそれはもう北朝方を選んだ方が勝った。 形図的には、八戸南部市というのは、盛岡南部市の下に入るんですね、家柄的には。家柄的にはそうですね。だけど、図的には。あのこれは、あの本庶等から回復元された形図であって、ウィキペディアに載ってる形図が、完政と寛永年間、寛政年間に作られた南部市の形図なんですね。 そちらでは、種道の子孫が三之平になっていて、で八之平はこちらの種道の弟の萩実長の子孫になっていると。で、この,この諸行通人物は、なんかこの三の江のとこの一,部一文で、ここから養子に入っていると。そういうような扱いなんですね。ところが、それはあの多分違うて、三之平氏のおそらくこの諸行正長のこの兄弟、これがおそらく。 南部を本来有していたたであったと本来はその政中諸行この2人が僧侶として甲斐国の南部号を持っていたはずというふうに見られていられてます。それをそのまた弟といとこが取っちゃったんですね。そうですねで彼らはしょうがないので陸奥へ移ったと。うん 南北町内乱中はずっとこの陸奥の国の南部号とかその付近の所領に実は彼らこだわりを見せるんですけどねあこの海の国南部号ですかそうこれはやっぱり取り返そうとするわけですよ正成と諸行きも、えー、子孫の信正も信光も結局取り戻せなかったとでこの人たちは南朝型におったんですねそういう意南朝型です争ってた 弟さんんたたちは北朝側に行ったんですそうです。ということはでも、昭家さんが頑張ってる時は有利やったんちゃうんですかそこで結局勝ちきらんかった。結局、昭家さん頑張っても甲斐の国にはどうしようもないし貝の国は我は早くに足利市の方に入っちゃいましたからね。だから裁判で勝っても 実効支配できるか言ったらまた別問題で、でこの南部森幸さんがずっと王子に張り付いてなきゃならん通か、走り回ってならん状況では、やっぱり南部号の安定した支配というのは難しかっただろうなと思います。昭恵について軍事活動をやってるということは、のの国の所領に関わる時間がないわけです、ね、そうです。そうこうしているうちに昭恵さん死んじゃって、ううて南朝方が不利になって。そう森之さんんも死んじゃって秋江と一緒に、うん 甲斐はもともと足利系がつ強かったから甲斐、うん、国の所領は室行さんたちには返ってこなかったとそういうことですねで結局この室行さんらの子孫がいわゆる東北の南部市になるんですそうですね根城南部市と呼ばれる八戸南部市の子孫の蘇生になりますそれが戦国大名になっていくまあ戦国時代いつ頃からか 結局まあ後でまた言います、ね、三戸南部市っていつも間には出てきて、いつも間にはでか,かでかい面してるんですが、そのあたりの三戸南部市が八戸南部市を圧倒していく過程というのも実はよく分かっていないというのは現状なんですね。最終的にあの江戸時代の南部藩になったのは三戸南部市。で、八戸南部市は一門の東の南部市になっちゃうと。 有名な南部もともとは八戸南部市のほうが上だと見られたんですよ。上だと見られてるんですう現在南部市の方で作られた資料によると三戸南部市が最初からあの南部三幸のこの,この、えー、ぬかの部分をずっと支配していてで八戸はそれの一門であったというんですが一時資料をこう突き合わせてみるとどう考えてもこれ根城南部市八戸南部市の方が上だよね 南部諸行きって南部市のなんか所流がなんかあの覇気医の南部家の所流の覇気石にあに養子入りしてえそれでなんか急に活躍した通人部じゃなくてこれもともと南部のド見てもこ,れこいつは総領だよねというふうに見られてます覇気家に付き従っていた南部諸行きは八戸南部市でこれがもともとの総領だというふうに考えられてる、ね、だけど後世 八戸系の南部市は三戸南部市の下に入ってしまったと。で、系図がいろいろ書き換えられてるわけですね。最終的に勝った三戸南部市、盛岡南部市が上になるように、図は書き換えられてしまったと、うんうん、しかも最後に勝つのはあの三戸南部市のさらに初流の南部信長であって、三戸南部市の嫡流の南部春政ではないし。 現在は南部市っていうあれなんですね、あのこの駅、第五家、この駅の一部は大五家に入って、大五家からあの四条家に入って、四条家から一条家に入って、その一条家から南部家に入った人は現在の南部さんの先祖なんで、遡っていくと、実は御用税天皇の王子に至るみたいですね。明治時代にあのそういう神戸設計の一条家から養子に入っていて。 だから現在、南部産のあの三戸南部系というか、南部公爵家は、この南部市とは血がつながっていない。いや忍者の図ですね話は違いますけど、この北畠秋に上がっていた南部茂之さんですね。でも大変ですね。大変ですよね。2>, 2年間の間に東北から近畿へ行って、また東北へ帰って、また近畿へ行って,て。 そうですね、うん、で最後は近畿で死んじゃうとなかなか大変ですね、これ、東北から関西まで走り回ってるという兵糧とか兵隊はどうするんですか、すするんですか兵糧はもう現地調達で、特に2回目の時は、だから通ったあとには草一本生えないと、大にかかれてます、うん、通過地点のいろんなものを集奪しながら戦っていくわけ。そうです 迷惑ですね、領民からすれば。ものすごい迷惑ですね。日本軍の割合、伝統なんかもしれない。兵糧は足れないから、その現地でガーッと調達していく。北畠キ桜もきれいごつじゃないですね。全然きれいごないです。もう太平原に草も生えないと。兵隊 <laughs>、うん、はどうするんですか勝てば、勝っている間は補充されますわ。勝っている間は、ここに、こいつらに突き従えば、勝てば官軍ですから。 勝っていれば向こうから寄ってくると兵隊鎌倉を一日落として石番永雄を殺せばもう一気に膨れ上がりますよそり今まで足換ってたやつみんなあの北畑に行きますからで負け始めるとどんどん逃げていくんですねそうですだ青信原で多分昭恵軍勝ったけども損が多かったあのこの青信原でガーン削ら,削られちゃったんですけどその削られた時に多分逃げ出したいっぱいおったんちゃうかなと だから石津川の戦いの時には最後200人ぐらいまで減ってしまったとありますから、まあ、撃たれたほかに逃げたやつはいっぱいあるでしょうねと。<laughs> それから基本的に撃たれる量も多分逃げる方が多いんちゃうかな <laughs>、戦で負けて、急速に減っていくのは。ということは、ある程度損害が出ても、勝ちさえすれば、また戦力が回復すると。そうそう近代戦と違いますね、最初に用意した兵隊で戦う,というわけじゃないんですね。 あのその辺はやっぱりあ国民国家ができる前の世代と現在の前段違いです、ね、私たちは国民国家のからの軍隊の予想フランス軍はフランス軍でドイツ軍はドイツ軍やと考えてそうじゃないんですね。うん。誰かというか味方が勝っていれば味方が増えるとる、まあ。いわば傭兵ですからね、やつら。だからあの金さえ出したやつとか、その金というのは現地で略奪する権利とかね。まあ、戦国時代もそうですよね。 現地で落札する権利を与えられるんで負けたら落ちもしゃがりに合うし。